はい、どうも皆さんお疲れ様です。ウィニングポスト10 2024前回からの続きということでやっていきたいなというふうに思っております。まあ、夏競馬真っ盛りの、週なんですけども、まあ、夏の上がり馬というところはいるのかなという感じが、いろいろしますけど、まあ、T&E ファームの方でもね、今シーズンなるべく一つでも多くのね、G1 制覇重賞を取りたいということで、まあ、いよいよね秋競馬間近に迫ってきてますから、ここはね、夏の上がり馬がいないかなっていうところと、まあ、前回はね、セレクトセールで夢中になりすぎて、だいぶ収録時間を押してしまったので、今回はだいぶ、サクサクっといきたいところなんですけども。さあ、関谷記念ですね。関谷記念勝ちました。トランセンドと赤い糸ですね。克服したな。目立ちたがり。軽快な逃げで。逃げ馬か。だいぶ上がってきたな。お、本格か。いいですね。注目され始めてるな。さあ、未勝利戦ですね。4着。12着。まあ、ダートそうですね。まあ、前も言ってたんですけど、やっぱり短距離戦線とダートはちょっとチャレンジしたいなという気持ちがありますね。なかなかやっぱコバ王道はね、なかなか勝てるようには、なってきたんですけども、やっぱりダートとか短距離戦線っていうところはなかなかね、達成でね、勝つことの少ない機会なので。まあ、今年からね、クラシックダート参加も設定されてるので、非常にね、ダートは盛り上がってますよね。さあ、2歳新馬戦ですね。まあ、ちょっと11月の週なんで、若干ちょっと、不安なところはありますけど、まあ、ギリギリこれで勝って順調に上がっていけば、2歳戦にも届くかなと。注目はこちら、エンディ・コンコルドですね。能力の高さはかなりあるということなので、イクイノックスとリバティアイランドというね、もう近代競馬を代表する2頭決闘をね、ちょっと掛け合わせたらどうなるのかなという感じですけども、あと注目すべきところで言うと、ライトですかね、エイシンフラッシュの決闘が入ってる馬もちょっと入れたりとか、そうですね、今シーズン2歳戦でデビューするところで言うと、ちょっとエイシンフラッシュ系が入ってます。まあ、個人的にもエイシンフラッシュ大好きなんで、我々 T&E ファームはエイシンフラッシュ中山フェスタゴルシシ世代を一生懸命応援するというお、ヨークのダーク、はいはいはい、あ、ヨークのあれなんだね、これもできるんだ。評価ダック、はいはい、あ、いいですね。ちょっとやってみよっか。よし、これだ。競走馬、競走馬はね、これはね、ギフトかな。よし、まあ、エースとギフトが京都大商店で叩きで出るので、まあ、天焼きメインになるかなと思いますね。まあ、天焼きにそのまま行くかってところですけど、まあ、ここで一回叩いてって感じですかね。あとは注目すべきはオールカマーかなという感じがしてます。
はあ、関屋記念1着でしたからね。とはどうしようかな。チューステークス勝ち馬ですけどね。預け6着。まあ、最近来てるのはドレスですけどね。まあ、ここはちょっと、どうしようかな。どうしましょうか。お、いいですね。サマースプリントシリーズね。さあ、オールカマーですね。ヘイローの方が出走予定ということになっております。いやいやいやという感じですけど、まあ、ヘイローと、まあ、アガリーマ、このね、エンディアイがね、頑張ってくれるかなと思いますけども、逃げそうだね。まあ、頑張って逃げてほしいなという感じですね。海外競馬には何も触れてないですからね。 まあ海外競馬まだね、全然早いですから。12着。さあ、産経賞オールカマーですね。G2 です。ヘイローの方が出走予定となっています。さあ、どうでしょうかというところで、まあちょっとこのレースちょっと見ていきたいなというふうに思っています。まあ、せっかく重賞一番人気で来てますからね。さあ、やってまいりました。中山競馬場日曜日の第10レース、芝 2200m。 ちょっと雨がパラついてますけども、馬場状態は良の発表ですね。さあ、いろんなね、世代の、そして、距離ね、マイルから中距離、長距離のね、猛者が集うオールカマー。中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。オールフラッシュ。これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオールフラッシュ。ヘイローは前目に行くかなと思います。そしてあとエンディアイもね、2ゲームなんで、なるべく花を使用するかなと思います。ドレスの方に関しては差し馬なんで、まあ馬場状態が重たくても、あの馬はかなりパワーがある、ここにつけたのが素材を見せてくれるかなと思います。各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。内を通ってシルネットカインド、まあ、関谷記念勝ってね、夏の上がり馬として来てますから、まあ、ここで勝てると天秋ね、もう目線に入ってくるので、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭からあとはヘイローですね。ヘイローは天皇賞集中制覇がかかってますからね。すぐ隣にエンディドレス、この位置にリッジエミネンス、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。先頭に戻りましょう。依然として2番ロメオプログレス、この馬がペースを作っています。ここで各馬第3コーナーの直線勝負の差し合いでどうなるかって感じですね。ロメオプログレス、あとこの馬場状態がどう出るかっていうところですけど、さあどうだ。3番手エンディヘイロー、さあヘイローはいい位置ですよ。アイはちょっと苦しいか。ヘイローどうだ、上がってこれるか。さあ G1 馬の意地を見せられるか。ここで後続が襲いかかる。おお、どうだ、ドレスも来てる。おお、どっちだ、ヘイローかな。わずかにわずかにエンディヘイロー混戦を制しました。いや、いいですね。もう叩きね、久しぶりの重賞制覇なんで、よく粘ってくれましたね。頭差で勝ちましたけど、よかったですね。ちょっとね、愛はいっぱいでしたからね。まあ、一番人気ですね。一番人気に応えられたんで、まあ、ちょっと点は楽しみかなと。
お、最大になったぞ。おお。はいはいはい。反抗、あ、もう解消されて、いいじゃないですか。いいですね。遅咲きのセイヤ。おお、3000メートル以上は力を発揮する。遅咲きのセイヤ。繁殖頻繁セール。おーい。2頭ですか。クイーンズリング。クイーンズリング?あ、この馬ですか。クイーンズリングってさ、エリザベス女王が勝った馬じゃないの?そうだよね。あ、そう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 。ねえ。クイーンズリングだってさ、そうだよね。え、これ行くしかないんじゃねえか。ちょっと、シーズは出てきてるかもしんねえから。チェルビニアね。あ、ラベルとか行ったな。ラベルね。いや、クイーンズリングでしょ、これ。ラベルもね。いいレース教えますけどね。シング・ザ・ソングね。はいはいはい。I'm yours とかね。いや、これクイーンズリングでしょ。どう考えても。参加しましょう。お父さん、マンハッタンカフェなんですよね。まあ、長距離は強そうな感じはしますけどね。いや、やっぱね、競りはね、積極的に行った方がいいような気がするんですよね。先行投資だから、こういうのは。後から絶対取れるから、大丈夫。よし。帰りましょう。帰りましょう。さあ、ヘイロが勝ってくれました。さあ、次の週のね、京都大賞典までちょっと見ていきたいなというふうに思っています。まあ、秋の G1 シーズン開幕前にって感じですけど、まあ、京都大賞典使うってことは、天秋もしくはジャパンカップが目標レースになってくるかなという。感じですね。エースに関してはちょっとジャパンカップかなという感じがしますね。まあ、ローテ的にもまあギリいけるかなって感じなんで。さあ、京都大賞典にエースとギフトが出走予定です。そうですね。まあ、成績的にはね。まあ、前走安田記念2着、宝塚記念では7着って感じ、ちょっとローテきつかったかなって感じはするんですけど、大阪杯2着で、まあまあまあ、大阪杯勝ってますから。でギフトに関してはここ叩いてエリザベス女王杯連覇かなというか、ジャパンカップかどっちかかなって感じですよね。まあ、天空きはないので、まあ、エリザベス女王杯か、ジャパンカップかなと。エースに関しては、このレース次第だと、天空きかマイルチャンピオンシップかなと。感じですかね。さあ、まあこの結果次第でどっちに行こうかなという感じですかね。さあ、US エスケープとクロスリングが出走しているので、このレースはなかなか面白そうなレースになりそうですね。まあスーパー G2 じゃないですか。さあ、やってまいりました。京都競馬場日曜日の第10レース、芝 2400m。
天気は雨、馬場状態はやや重ということで、ね、G2 京都大賞典ですね。京都競馬場、まあ本日のメインレースの発走です。すごくスタートしました。重要ですけどね。これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。まあスーパーホース2頭が出てきてね、前哨戦って感じですけど、まあギフトとエースもね、ここでこの2頭を任せることができれば、クロスリング先手を取りました。大きく離れました。クロスリングが逃げる展開ですね。 US エスケープは花を取れなかったかって感じです。さあちょっと雨が強くなってきたか。馬場が重たい状態ですけども、キックとエースは後方ですね。この集団同じような位置に陣取ったかなって感じですけどね。それに続いています。 1000m を通過しました。これはややハイペース。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ20馬身。ポジション取りが展開です。少し間が空いてポジション取りがことごとく変わってますけど、ここにつけたのがチャードイングランド。各馬雨の中をかけていきます。どういう展開になるか全く読めないですね。さあ先頭はやはり US エスケープですね。これはね、彼のもう客室なんでね、戻るかもしれなくなりましたよ。リードは6馬身ぐらいあります。いやー、この馬場状態がどう出るかだな。大きく離されて2番手はグロロイヤルティ。さあ US エスケープ、このまま逃げ切れるかどうか。先頭に US エスケープ、どうだけ。しかし後続も伸びてきた。クロスリング、足を伸ばす。この差は果たしてどうだ。残り 200m。 いやー、クロスリングが上がってきた。いやエースとキッドもちょっと上がってきてるけども、ジャックですか。エースもちょっと厳しかったですね。レコードまたレコードですよ。レコード勝ちですか。なるほど。さあ点空き、ギフトも点空き。なるほど。出走登録しましょうか。ギフトはエリザベス女王杯連覇いきましょうかね。はい。でエースはそうですね、安田記念2着でいいレースしてたんで、まあ、ちょっとマイル戦がいいか、それともジャパンカップかな。ジャパンカップにしましょうか。まあ、ヘイローは天空きジャパンカップでもいいし、天空き有馬記念かなと思いますけど、そんなローテでいきたいなと思います。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回はここまでとなります。まあ、いよいよね、秋の G1 戦線開幕しますから、一つでも多く G1 レース取れるように頑張りたいなと思います。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も楽しみに。お疲れ様です。